はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ナンダ竜王馬アンドエンリューが復刻、さらにダブルゼータ4体の戦術アップということで、ちょっとこれはさ、ワンチャンあるんじゃないの。僕はですね、サトバ竜対勇気持っていません。竜神帝は持ってます。オウマとエンリューも持っています。さらにオウマとエンリューには特殊能力がありません。ちょっとこれはね、つけてほしかったけど、まあどうなんだろうね、おまけ程度の復刻という感じでしょうか。現在の僕の状況なんですけども、天竜竜神帝今日も1日周回していました。なんとかですね、ドロップだけで技レベル5まで来ました。なのでどうなんだろうね、うまくいけばドロップだけでですね、技レベルマックス10突までいけるかな。どうなんだろう、まだイベント半分あるしね。もしくはちょっと途中秘伝書投入しつつの10突狙った方がいいのか、ちょっとね今判断に迷っているところです。ちなみにですね、闇マロは10突もちろんやりましたよ。これはねおすすめです。結構サクサク落ちます。今ですね、ドケチングの10突目指して、ちょっと最後の1体がねなかなか落ちないんだけど、これも目指しています。これね単体攻撃優秀です。で、エンリューに関してはもう僕はね10突まで行っちゃってるんで、今日はねこれは特にガチャ回してもねもう出てきません。ナンダ竜王馬についてはまだ8突なんで、2回ドロップさせてね、まあガチャからしか出せないんだけど、まあ10突狙うっていうのはこれはありかなと思います。その前にですね、2200万ダウンロード記念、このコインがね配布されたんで、こちらでねキャラね狙っていきますよ。さあ今ね手持ちが2枚あります。これでね引いちゃいたい。ダブルゼータのねキャラがね、まあ、たくさんあるわけなんですけども、もちろん僕が狙うのは持っていない学校がエンマですね。これを引いていきたい。あとはですね、ランク Z の持っていないお祭り姫、この辺りが出てくれたらもう最高です。いきます。もちろん秘策があります。今回ねイベント本当難しい、そしてガチャが渋い、運営鬼かっちゅうねん。ということで買ってきました、鬼ストロングコンソメ味濃さの衝撃ということで、もう鬼つながりということでね、これを食べてですね、ちょっと今日は神引き狙っていきたいなと思います。まあ僕はねコンソメは好きなんだけど、まあ鬼はそんなに好きじゃないねで、まあ鬼コンソメって一体どんな味なんだよということで、いきます。むっちゃコンソメ濃いね。何なんだろうこれ、例えるならちょっと違うけど、カラムーチョっていう辛いねポテトあるよね、あれの辛さがコンソメになったバージョンみたいな。だからコンソメがむっちゃ濃厚、まあでも美味しいけどね結構ね満足感はあります。それでは神引きいきます。2枚しかありません。さあ何が出てくるのかい、お願いします。楽しみですね。はっと、ワルニャン来ました。悪いやつよの B ランク、 B ランク祭りかよ。これでも持ってんだよな。経験値玉です。さあラスト1枚、なんか1回ぐらいはさ、ダブルゼータもしくはランク Z が来て、おお、さすが運営のねこのお祭りコインっていうのがね、行きたい。いきます。さあどうなのこれ、確率が分かんないコインだけあって闇です。お願いします。何が出ますかね。かい涙が出てくる。また微妙っすね。まあ変なキャラよりはいいけど、ちっこいんだよな。なんかペランペランのね秘伝書きました。さあそれではですね、汎用の滅粒子ガチャ回していきたいなと思います。単発でいきます。当たり前じゃないですか。さあ単発亀引き、まあ僕はねほぼほぼキャラ持ってるんで、持っていない竜太勇気もしくはクラマに対する特攻、これ全く持っていないので、この辺りのキャラが出てくれたらちょっとイベント後半ねまたやる気が出てきます。やっぱ竜太勇気持ってないとさ、ドラゴンメダルとかさ関係あらへんでっていう感じなんで、お願いします。力を感じるでみせ、赤カップからの洗いましょう好きで B ランクの中ではかなり使えるキャラだけどね。まあでも今ガチャからね出てこなくてもいいでしょう。
先押し頼むぜ。さあ神引き来るのか。ロマンを求めて黒いカプセルお願いします。うっ、ブルーパルチルデミス。ドヤオサです。なかなか厳しいね。今確率厳しいからな。ラストいきます。いきます、頼むぜ。来てほしい。さあダブルゼータミュージカップ単発完璧お願いします。ブルー感じるデミス。土の子ライト A ランク、まあレアなキャラではあるんだけど、今ここで来るのかいっていうね。経験値玉です、経験値玉祭り。さあ皆さんはね、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。コメント欄で教えてください。もちろんね、今日はねまだまだ時間があるんで、まあ持ってるからね、エンリューとかね、ナンダリューを使ってですね、イベント攻略やっていきます。現在の状況なんですけども、クラマに勝った回数は45回ですね。正直全然クラマ倒せていません。さあそれではですね、今回ねイベントミッションで結構秘伝書がもらえたりするんですよ。僕まだ全然星集めとか終わってないけどね、まだこれからやるんですけども、なのでこの辺りもね忘れずにねやっておくといいかと思います。さあ天道竜神帝ですね。さあこんなパーティーでやっていきます。闇魔のですね、今回の各地ステージでゲットできます。10突です。ダメージカット率100ポイントです。そして里場竜太正義、攻撃力アッププラスデカプニを作る。クジラマン使っていきます。こちらがですねスキルでポカポカからのダメージを減らすっていうね、今回ね 10% 減らすことができます。ナンダリューオーマ、今回のガチャでゲットできます。タップでデカプニ周囲を消す。これねむちゃむちゃ使えます。必殺技を使った時に発動、自身の技ゲージが溜まるということで、これも結構いい感じだよね。そしてアタッカーはビスローし、技レベル4です。 G とスキルは1のままと。さあこんなパーティーでねやっていきます。さあ今回のねこの復刻ガチャで、まあなんだりオーマー非常に使える。やっぱりダブルゼータのタップでデカプニはね強力です。まあそれが復刻できたっていうのはちょっとワンチャンあるよね。しかもまあダブルゼータ4体で 1.8%、 結構確率思ったより高めできたよね。さあワンフィーバーでいきます。さあここはね技ゲージ吸収があるので、デカプニを作ってスタンバっておきます。さあフィーバータイム入りました。いきましょうか。さあ闇マロ、これでほぼダメージね受けません。そして攻撃力アップ、デカプニ作って、さあナンダリューオーマタップでデカプニでデカプニ作ります。ビスローシのデカプニ作ります。そしてこれで技ゲージ溜まるんでビスローシ打っていく。さあこれいったでしょう。さあ鉱物与えます。このナンダリューオーマはねステータス的にもね非常に優秀です。さあ行きましたね。さあ落ちてくれ。落ちませんね。もう少しねドロップ率上げてほしいっていう気がするんだよね。ちょっとねしんどいです、正直しんどい。さあ次はねこんなパーティー、デアファルコン攻撃力アップ。まあこんなパーティーでね今周回してるわけなんですけども、サトバリュータ正義攻撃力アップ、あと D レックスがですねスキルで自分以外の妖怪プニを出やすくする、ちょっとねつなげやすくなります。そして U ですね。でアタッカーはビスローして、さあこんなパーティーでいきます。まあそんなにね超高速周回っていうわけではないんだけども、まあ勝ちやすいというかね、結構のんびりとねプニつなげていってもよっぽど勝てるので、まあ長時間で周回するときにはなるべく楽なパーティーでやった方がいいよね。なのでまあまあまあおすすめって言えばおすすめです。まあ D-REX のとこをね他のキャラ、まあ育成したいキャラとかにね変えてやったりしても
OK です。さああとはねドロップしてほしい。まだねでも結構まだ何十体20体ぐらいね落とさないとダメなんだよね。なのでちょっとしんどい、どこまでいけるかってとこあるんだけど、まあやれるだけはね行きたいなと思います。さあそして攻撃力アップ重ね掛けして、そして復活からのウィスローし、これねたまに反撃来ない時があって、逆にさ反撃来ないとさウィスローしたまんないんでやられてしまうんでっていうのがあるんですけど、さあ落ちませんね。さあ次はですねこちらボーナス玉8個以上の星集めなんですけども、こんな時にね結構これ炎竜使えるんですよ。炎竜が全消しプラスボーナス玉を作る玉作りです。これをねちょっと使っていきましょうか。復活があります。これもね強敵戦で使える天道竜神って今回の、ね、メインキャラなんですけども、こちらもねボーナス玉を作る必殺技、スキルもあります。エルゼメキア攻撃プラスボーナス玉を作る。最近はねこの玉作り系がね非常に優秀です。暴走閻魔全消し&ボーナス玉を作ると。で玉作り系とねこのグリッターギガ結構相性がいいんですよね。技ゲージ多く貯める系です。さあこんなパーティーでいきましょうか。まあ玉作り系キャラエルゼメキアはねセンターにセットするとゲーム中のこのパズル中のね音楽がエルゼメキアのテーマに変わります。もうそれだけでテンションマックスです。だからエルゼメキアはいいよね。結構ね僕もねエルゼメキアね使ってパズルしていくこと多いんですけども、で結構ねこの玉を作る系はさ星集めで非常に使えるんですよ。玉を作ることによって必殺技のね回数もね技ゲージ結構たまるんで、この必殺技何回以上とかね国のサイズいくつ以上っていうのもねクリアできたりするんで、なかなかねおすすめです。しかも最近のねこのランクの高いキャラは作る玉のでかさが半端ねえぜっていうね、もう玉だらけで逆にパズルできないぐらい。さあ炎竜ねこのでかさ暴走閻魔と同じです。そしてこの天道も同じ、ただ玉の数が3つなんでこれは強力です。そして暴走閻魔もう玉だらけじゃねえかっていうね、この玉を消すともう一気にデカプニできます。そしてデカプニの技ゲージを貯める、このウルトラマンとね相性が非常にいいです。そしてエルゼメキアちょっとちっちゃめだけど、まあでも十分でしょう。さあそして連発していく炎竜爽快です。さあこれはいったでしょう。お、しかもなんか落ちたぜ。おまけ付きできました。さあ星集めもねやっていきますよ。さあ風かもゲットです。微妙に嬉しいハクションスパイク。